大門駅は、広島県福山市大門町大門にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRW12。同名の駅が、東京都と愛知県にあるが、当駅が最初に開設されている。当駅と笠岡駅との間の笠岡市、吉浜付近に、新駅設置構想があるが、しばらく進展はない。ホーム端式。 島式の複合型二面三線のホームを持つ地上駅であったが、現在は二番線が撤去され、実質単式ホーム二面の二面二線となっている。ホームはカーブの途中にある。駅舎は上岡山方面行きホーム側にあり、島式の福山方面行きホームへは地下道で連絡している。2009年、古戦橋からのエレベーター新設工事が完了した。 福山駅管理の無人駅、移行か利用可の駅、通常の自動改札機のほか、移行か対応の簡易改札口が設置されている。またエレベーター設置に合わせて、LED 式の列車接近表示器がホームに設置された。上り本線は1番乗り場、下り本線は2番乗り場。2番乗り場はかつて上下共用の対比線で、尾道住吉花火祭り開催日や、 大学入試センター試験当日など臨時列車の折り返しに使われることがあったが、2013年、初頭に、校内西側の一部を残して線路が撤去され、保線車両の留置線となっている。そのため、2013年6月に3番乗り場が2番乗り場に解消されている。なお、当駅は2012年3月頃から、JR 西日本標準の入線メロディを、 採用している。1日平均の乗車辞任は以下の通りである。駅周辺は福山市中心部に対するベッドタウンである。1999年に南北地下通路が駅東に設置され、国道2号南側地区との連絡が便利になった。JR お出かけ、ネット大門駅笠岡市都市計画マスタープラン第3編、第2節ページ27。 大門駅駅情報、JR お出かけネット。西日本旅客鉄道。2020年1月31日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。人ならではのサービスの充実に向けた駅の、体制変更エリア拡大のお知らせ。西日本旅客鉄道岡山支社、オリジナルの2020年2月2日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 2 0 2 1 2 3 5 2 1 h t t p s w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  e s t j r c o j p l i f e r e g i o n p d f o k a y a m a 2 0 2 0 1 3 0 p d f 2 0 2 0年2月2日閲覧。休校運全美を吹 深夜の山陽本線乗客一人が少子、中国新聞1971年10月6日、夕刊一面。ありがとうございます。